今回紹介するのは向井智美音さん。1998年1月29日生まれ、埼玉県出身。女性アイドルグループ AKB48 のメンバーとして活躍されています。現在 AKB グループの総監督を務めている向井智美音さんですが、この度自身初のソロ写真集の発売が決定しています。 Twitter や Instagram などの自身の SNS にて連日写真集のオフショットや先行カットが解禁されており、ファンの間で話題になっているようですね。以前はたびたび週刊誌にてグラビアが掲載されていた時期もあったのですが、最近はグラビアに登場する機会も減っていましたので、ファンの方たちにとっては待望の写真集発売のようです。身長は150センチととても小柄な女性ですが、写真からもわかる通りとても素晴らしいスタイルをされていますよね。過去のグラビア写真や先行カットだけでも十分に魅力が伝わってきますので、写真集本誌の内容もとても気になるところです。もともと子役をされていたようで、なんと1歳の頃から子どもタレントの事務所に所属していたようです。その後2013年に AKB の15期生オーディションに合格し、アイドル活動をスタート。着々と人気実力をつけていき、 AKB の楽曲のセンターを務め、そして現在の総監督の立場にまで上り詰めたようです。 AKB のメンバーと一緒に YouTube チャンネルも開設されており、チャンネル登録者数14万人を超える人気チャンネルとなっています。こちらの YouTube チャンネルでも向井智美音さんのソロ写真集発売に関しての動画もアップされているので、ぜひ確認してみてください。日本を代表するアイドルグループの中心メンバーの彼女、これからの彼女の活躍にも注目ですね。今回の動画は以上となります。今回の動画もご視聴いただきありがとうございました。他にも魅力的な女性を多数紹介しておりますので、よろしければぜひチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画で。